皆さんはお祭りに参加したことがあるでしょうか。日本には各地で様々なお祭りが開催されています。日本で最も大きくて有名なお祭りは3つです。神田明神の神田祭り、八坂神社の祇園祭り、大阪天満宮の天神祭りです。この3つの祭りをまとめて日本三大祭りと言います。その他日本にはたくさんのお祭りが存在します。日本の祭り文化辞典によるとその数は1200にも上ります。さらに地域の小さな祭礼なども含めると一説では日本に30万近くのお祭りがあるとされています。これほど日本にはたくさんのお祭りがあるので、おそらくお祭りに参加したことがないという人は存在しないんではないでしょうか。それほど日本の地にはお祭りが浸透していて、日本人にとって馴染み深いものとなっています。そもそもお祭りとは何でしょうか。お祭りとは感謝や祈り、慰霊のために神様を祀る宗教的儀式です。漢字の本来の意味で言えばお祭りとは葬儀のことであり、命、魂、霊、御霊などを慰める慰霊のことを意味します。つまり神社に鎮座する神霊および神霊が宿る御神体に対して、神霊をその場に招き、神霊を供奉し、神霊を慰め、人間への加護を願う儀式がお祭りです。お祭りでは一般的におみこしが担がれます。おみこしとはお祭りの時に神様が地域内を回るために乗る乗り物のことです。災厄や汚れなどを吸収して清めたり、人々の豊作祈願や願いを聞き入れるためにハッピーを着た人々に担がれ地域内を巡回します。おみこしよりさらに大きく車輪がついた山車や太鼓台なども、基本的にはおみこしと意味合いは同じです。現代日本ではお祭りの宗教的意味合いは取り去られ、娯楽性が追求されるようになり、どんちゃん騒ぎをするための楽しいイベントだと見られることもかなり増えてきました。現代日本のお祭りを理解するためには晴れと毛を理解することが必要です。晴れとは非日常、毛とは日常のことを意味しています。日本人は晴れのために毛を行きます。つまり非日常を楽しみに、心待ちにして日常を頑張っていきます。日本の地においてはお祭りとは晴れ、非日常の役割を果たしています。多くの日本人はお祭りを楽しみにして、心待ちにして日々の日常を頑張ります。日本人にとってお祭りとはパワーの源なんです。私は今日皆さんに一つの疑問を投げかけたい。本当にお祭りは日本人にとって晴れ、非日常の役割を完璧に果たすことができるんでしょうか。本当に日本人にとってパワーの源になり得るんでしょうか。答えは否です。お祭りは本当の意味での日本人にとってのパワーの源、晴れ、非日常になることはできません。お祭りはその役割を完璧に果たすことはできないんです。今日私はお祭り以上にその役割を完璧に果たすことができるものを紹介します。それは礼拝です。出エジプト記20章8節から11節。
安息日を覚えて、これを聖なるものとせよ。6日間働いて、あなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。申命記5章12節から15節。安息日を守って、これを聖なるものとせよ。あなたの神主が命じた通りに、6日間働いて、あなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、牛、ロバ、いかなる家畜も、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、そうすればあなたの男奴隷や女奴隷があなたと同じように休むことができる。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い御手と伸ばされた身腕を持ってあなたをそこから導き出したことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じたのである。礼拝とは三位一体なる神様、つまり神、イエス・キリスト、聖霊を崇め褒め称えるキリスト教の儀式です。礼拝はキリスト教会にて週に1回日曜日に行われます。なぜ礼拝が週に1回日曜日に行われるのかというと、神様が6日間かけて天地をお作りになられ、7日目はお休みされて、その日を聖なる日として祝福されたことと、神様であるイエス・キリストが死から復活されたのが日曜日だからです。つまり礼拝とは毎週日曜日にキリスト教会に集まって、私たちが神様によって作られたことに感謝をお捧げし、神様なるイエス・キリストが復活されたことをお祝いする日のことを言います。礼拝が行われる日曜日のことをキリスト教用語で安息日と呼びます。礼拝は私たち日本人にとって真の意味でのパワーの源、晴れ、非日常になることができます。なぜなら私たち人間は、私たちを作られた三位一体なる神様を崇め褒め称える時に、心に力と喜びが与えられるからです。歴代史第1 29章11節から14節。主よ、偉大さ、力、輝き、栄光、威厳はあなたのものです。天にあるものも地にあるものもすべて、主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に頭として崇められるべき方です。富と誉れは御前から出ます。あなたはすべてのものを支配しておられます。あなたの御手には勢いと力があり、あなたの御手によってすべてのものが偉大にされ力づけられるのです。私たちの神よ、今私たちはあなたに感謝し、あなたの栄に満ちた皆を褒めたたえます。このように自ら進んで捧げる力を持っているとしても、私は何者なのでしょう。私の民は何者なのでしょう。すべてはあなたから出たのであり、私たちは御手から出たものをあなたに捧げたにすぎません。出エジプト記15章2節。主は私の力、また褒め歌、主は私の救いとなられた。この方こそ私の神、私はこの方を褒めたたえる。私の父の神、この方を私は崇める。詩編29編11節、68編32節から35節、138編1節から3節。主はご自分の民に力をお与えになる。主はご自分の民を平安をもって祝福される。地の王国よ、
神に向かって歌え、主に褒め歌を歌え、古から天の天を御される方に聞け、神は御声を発せられる。力強い御声を、力を神に着せよ、意向をイスラエルの上に、道からは雲の中にある。神よ、あなたは恐るべき方、あなたはご自分の聖なるところにおられます。イスラエルの神こそ力と勢いを御霊にお与えになる方です。褒むべきかな神。心を尽くして私はあなたに感謝を捧げます。御使いたちの前であなたを褒め歌います。私はあなたの聖なる宮に向かってひれ伏し、恵みと誠のゆえに皆に感謝します。あなたがご自分のすべての皆のゆえにあなたの御言葉を高く上げられたからです。私が呼んだその日にあなたは私に答え、私の魂に力を与えて強くされました。イザヤ書12章2節40章28節から31節見よ、神は私の救い、私は信頼して恐れない。ヤハ、主は私の力、私の褒め歌、私のために救いとなられた。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造した方。疲れることなく、弱ることなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えられる。若者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。すべての力は神様のものです。神様が人間に力を与えることができる唯一のお方です。私たちは神様を崇め、褒めたたえ、人生のすべてをかけて礼拝することによって神様から力が与えられます。この神様から与えられる力によって私たちは日常の生活を力いっぱい生きることができます。礼拝は私たち人間にとってのパワーの源です。なくてはならない必要不可欠なものです。また礼拝は私たちに力を与えるだけではありません。私たちが礼拝を捧げることによって心が喜びで満たされて感謝の気持ちでいっぱいになります。詩篇28編7節16編8節から11節95編1節から3節主は私の力、私の盾、私の心は主により頼み、私は助けられた。私の心は喜び踊り、私は歌を持って主に感謝しよう。私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので私は揺るがされることがありません。それゆえ私の心は喜び、私の胸は喜びにあふれます。私の身も安らかに住まいます。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右に常しえにあります。さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。誠に主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。イザヤ書25章9節61章10節その日人は言う、見よ、この方こそ待ち望んでいた私たちの神、私たちを救ってくださる。この方こそ私たちが待ち望んでいた主、その御救いを楽しみ喜ぼう。私は主にあって大いに楽しみ、私の魂も私の神にあって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。使徒の働き2章25節から28節ダビデはこの方について次のように言っています。私はいつも主を前にしています。主が
私の右におられるので、私は揺るがされることはありません。それゆえ私の心は喜び、私の舌は喜びにあふれます。私の身も望みの中に住まいます。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前で私を喜びで満たしてくださいます。ヘブル人への手紙12章28節このように揺り動かされない御国を受けるのですから、私たちは感謝しようではありませんか。感謝しつつ敬虔と恐れを持って神に喜ばれる礼拝を捧げようではありませんか。私たちは礼拝を捧げることにより、神様が今までずっと私たちを守り導いていてくださったことを思い出して感謝の気持ちで満たされます。またこれからも同じように神様が私たちの人生を守り導いてくださることを確信して心が喜びで満たされます。それだけではありません。私たちは安息日に礼拝を捧げることによって、神様であるイエス・キリストの復活を思い出して永遠の命が与えられていることに感謝し喜ぶことができます。どういうことかを少し説明します。私たち人間は罪人です。生まれながらに罪を抱えて生きています。罪があればどうなるのか。罪の報酬は死です。人間は罪があれば死んだ後、その罪のゆえに地獄に行ってしまいます。実はこの罪、人間の力ではどうしても取り去ることができません。つまり人間は内にある罪によって地獄に行くしか選択肢がありません。絶望的な状況です。この状況を非常に哀れに思われた神様は、約2000年前に愛する一人子イエス・キリストを地上にお使わしになられました。神様は愛する一人子イエス・キリストを人間の罪に対する生贄、供え物、捧げ物として十字架の上にかけて殺されました。イエス・キリストは神様の御心に従って自ら自分の体に人間の罪を全部背負って十字架にかかって死なれました。そのイエス・キリストというたっとい生きた清い捧げ物によって人間の罪が完璧に許されました。そしてイエス・キリストは死んだだけではなくて3日目に復活されました。復活されたイエス・キリストは天に昇って神の右の座に着座されました。つまりイエス・キリストは神様として今も生きておられます。このイエス・キリストの十字架の死と復活、イエス・キリストというなだめの捧げ物によって人間の罪が完璧に許されたことを心で信じて、その信じたことを口で告白して洗礼バプテスマを受ける者は、今の生きておられるイエス・キリストによって罪が完全に許されて、死んだ後地獄ではなくて永遠の天国に行くことができるようになりました。つまりイエス・キリストを信じる者には永遠の命が与えられるんです。しかし人間はこの事実をすぐに忘れてしまいます。私たちは週1回安息日に礼拝を捧げることによってこの事実を思い出すことができます。だから私たちには礼拝が必要なんです。礼拝を捧げるからこそ私たちは力強く喜びと感謝を持って日々の生活を頑張って生きることができます。私たち人間に本当に必要なのはお祭りではなくて
礼拝です。この話を聞いて、お祭りではなくて礼拝によって力づけられ、喜びと感謝を持って日々の生活を歩んでいきたいと思われた方は、ぜひとも一度お近くのキリスト教会に足を運んでみてください。教会の信徒があなたを導きます。お祭りは日本人にとっての真のパワーの源とはなることはできません。お祭りは日本人にとっての晴れ、非日常の役割を完璧に果たすことはできません。それができるのは礼拝のみです。共に1週間に1回礼拝を捧げることによって、最高の人生を歩んでいきましょう。神様とイエス・キリストはあなたが教会に来ることを切に願っておられ、両手を広げてあなたが身元に来るのを待っておられます。